レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンはアメリカ合衆国のロックバンド。1990年にカリフォルニア州ロサンゼルスで結成された。英語圏ではアーレティム、日本においてはレイジという略称で呼ばれる。レッド・チェッペリンとパブリック・エナミーの融合と呼ばれる特徴的なサウンドとマルコム、チェゲバラ、マーチン・ルー・サー・キング・ジュニアなどから思想的影響を 受けた政治メッセージを持つ歌詞が特徴。彼らのライブにおいてはしばしば、ゲバラの肖像画が掲げられ、アンプの前などに、正常期が逆さまに吊るされた。また、ムミア・アブ・ジャマールの釈放を求めたり、無料の反戦コンサートを開いたりするなど、音楽の枠にとどまらず実際に、政治活動も行っている。2000年に解散したが、2007年に再結成し、2011年の、 ライブ以降は再び活動を休止している。2020年に再結成ライブを3月から4月に、敬語公演を行う予定との情報が公式、インスタグラムにより発表されたが、新型コロナウイルス感染症の流行により2021年6月に延期された。1991年、ザック・デラ・ロッチャ、トム・モレロ、ティム・コマンォード、ブラッド・ウィルクの4人によって結成される。 翌1992年に12曲入りのデモテープを制作し、約5000枚を売る。これにより、レコード会社の関心を集め、創作活動の最大限の自由を条件に、エピックレコードと契約。試作品に収録された曲を中心に、20日週の録音作業に入る。同年11月3日、1作目となる、レイジ・アゲンストザマシーも発表。過激で、 政治的な歌詞をラップするボーカル、ブラッシングやスイッチング奏法などを駆使した、変態的なギター、重いグルーブを醸し出すリズム帯によるサウンドは、後のミクスチャーロック、オルタナティブロックの先駆けとなった。また、アルバムのジャケットには抗議の昇進自殺をする、ティック・クアンドックの衝撃的な写真が使われた。同作は500万枚のセールスを記録し、90年代ロックの 金字塔として評価される名盤となった。4年後の1996年4月には2作目、e ービルエンパイヤ r e を初値。ビルボード1位を記録。1999年には、ウッドストック1999に出演し、キリング・イン・ザ・ネームの演奏中に逆さに吊るした、正常期を燃やした。同年には3作目となる、バトル・オブ・ロサンゼルスを発表。 収録曲、スリープのウィンザ・ファイアの PV の監督にマイケル・ムウーアを起用した。2000年にボーカルのザックが脱退したことに伴い解散。ザック以外の3人はサウンドガーデンのクリス・コーネルと共にオーディオスレイブを結成したが2007年に活動休止。なお、レイジが活動休止中の2001年起きた9.11。 テロの後、歌詞の内容が問題となったことで、アメリカのラジオ局は、バンドの全楽曲の放送が一時的に自粛された。2007年1月23日に、コーチェラフェスティバルで復活。そのまま世界巡演を展開し、翌年2月には8年後の来日公演を行っている。2012年には、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンの20周年記念版がリリースされたものの、 かねてより噂になっていた新作の発表の可能性はトムによって否定されている。ありがとうございます。